正原順は、大韓民国ソウル特別市出身のプロ野球選手。2006年から、ロッテジャイアンツの左の先発の柱として活躍。2009年には若くして13勝を記録し、サワンエースに昇格。2011年には、自己最多かつ、チーム最多の15勝を記録。だが、韓国球界には他に有望なサワン投手が多かった、こともあり。 プロイリアと韓国代表に選ばれたことがなく、20代半ばまでに兵役免除の機会を得られなかった。そのため2012年より軍へ入隊し、2013年秋の除隊まで警察野球団に所属してからロッテに復帰した。2012年オフの11月に肩の手術を受け出場が困難になった、笹ぐ重魂に代わり、第3回ワールドベースボールクラシックの 韓国代表候補に選ばれた。2013年は、シーズン開幕前の3月に開催された第3回、WBC の韓国代表に選出された。同大会では一時、ラウンド最終戦の対チャイニーズ大北戦で、先発したが、4回途中自席点2で降板し、勝利投手になれなかった。2014年6月12日のキアタイガース戦では12回表に、 打者として出場を果たした。結果はニアウトランナーなしから金守る優の前に空振り三振。同年は10勝を記録した。オフにフリーエージェント権を行使した。2014年オフにトサンベアーズへ移籍した。彼の保証選手には、テイハジメイサオが選ばれた。2015年は12勝を記録。韓国シリーズでも3次戦で勝利投手になり、MVP を獲得した。 オフに11月に開催された第1回 WBSC プレミア12の韓国代表に選出された。同大会で韓国は大会発の優勝を果たした。2016年も7年連続で2桁勝利を記録。これはサウスポー最初の記録であった。チーム内では彼とダスティン・ニッパーとマイケル・ボーデン、リュウ・ヒロシ・ヒロシの先発投手4人が合計70勝を挙げ、 ファンタスティック4と呼ばれた。10月30日の NC ダイノストの韓国シリーズ第2戦で8.2イニング1失点で勝利投手になった。2017年はシーズン開幕前の3月に開催された第4回 WBC の韓国代表に選出された。同大会では初戦のイスラエル戦では先制点となるフォアボールを与えてしまった。 シーズンでは大きく負け越したが、5月11日の SKY バーンズ戦で遺跡後初カンプルを収めた。2019年は、高齢と、リエイガラ若手、中堅の対等によって先発ローテーションを奪われ、さらに肘を故障。結果的にわずか6試合の出場にとどまり未勝利に、終わるなど自己ワーストの成績だった。怪我から復帰した2020年は9月30日の、 ハンファイーグルス戦に先発出場。536日ぶりの一軍エントリー及び736日ぶりの先発登板を記録した。しかし際守博、ロハラコウなどに敵自我を打たれ4イニングで4失点と炎上。また打線も援護できず最終巻数との一安打に抑えられた完封負けとなり、彼は敗戦投手になった。 2021年からは主に利検証に代わる左のワンポイントリリーフとして活躍している。6月17日のサムスンライオンズ戦では8回途中から登板し1.1イニングを1失点に抑えてデビュー17年目にして自身初となるセーブを記録した。特異級はスライダーとカーブである。また、 体が丈夫であり軍入隊前までは8年間で1171イニングを投げたがその間で長期離脱は一度もない。スタミナも標準以上で100球以上投げても大崩れすることは少ない。ロッテ時代には指名打者制を採用している韓国では珍しい投手の個人応援歌があった。原曲はバグルスのビデオキルドザラジオスターである。ありがとうございます。